江戸名所杖牧野により、広明寺は横浜市南区にある高野山新言州の寺院。随王山蓮華院と合し、横浜市内最古の寺院である。本尊の木造十一面観音立像は国の重要文化財。寺名は駅名、町名などにも広く使われ、江戸期から明治二十二年までは一帯を広明寺村と呼んでいた。鎌倉時代には旧、 明寺と表されていた。その後、語音で、同じ、愚と読む観音行下文にある、九税神助会の広氏の字を当てて、広明寺に改めたと言われている。次伝によると、721年に、インドの僧、前ウが、当地に結界を作り、737年に、行記が観音像を刻んで一部を混流したと伝えられ、行記をもって、回帰としている。 公認年間には空海が、送信館規定を彫刻し安置したという。鎌倉時代には、源の将軍受ける以来の祈願書であった。戦国時代には、北条総運から辞令を、江戸時代には、歴代将軍から朱印地を賜り、坂東33箇所間の御礼場の14番札所として、信仰を集めた。 2004年、広明寺が事務局となり、病区研究会という新言修有史の団体が形成されている。終末医療における心理面のサポートに仏教思想を活かすための試みである。観音像など秘物とはなっているが、内人参拝で拝観できる。二王、角広明寺から鎌倉街道までアーケードとなって、広明寺商店街として下町の賑わいを残す。 レトロモダンな雰囲気を求めて、しばしばテレビ番組や CM のロケ地として使われている。このアーケード街は、江戸時代に栄えた広明寺の門前町とよく、混同されるが、終戦後の闇市を起源とするものであり、同じものではない。江戸時代の広明寺の門前町は、現在の真北付近である。鎌倉街道への寺入り口の門前街路の、交差点の横浜国立大学工学部跡地に、 横浜国立大学附属横浜の科学校と南警察署があり、横浜市交通局地下鉄の広明寺駅が横浜市電の跡地に建設され、京急の駅と同名の証拠を使用している。かつて、この地は市電の西の終点であり、鎌倉方面への路線バスと市電の乗り換えターミナルとして交通の要であった。また、横浜国立大学工学部の学生街としても、 賑わったが、現在はそのターミナルは、港南区の上大岡駅前に移り、かつての学生町、市電ターミナルとしての賑わいはない。もともと境内であった広明寺公園と、広明寺商店街のほぼ中央を横切る大岡川の両岸は、横浜市有数の桜の名所となっている。欅の一期作りで、なたぼりの典型的な作例として、有名なもので、 平安時代の作と伝えられ国の重要文化財に指定されている。欅をろくろで成形したあの字の形をした黒漆塗りの花瓶。1590年修理の名がある。高さ70センチメートルあり、この大きさの木像は類例がない。横浜市指定有形文化財に指定されている。1798年生。横浜市指定の有形文化財。 神奈川県横浜市南区苗寺町あざ山下267鉄道編集バス編集バンド33カ所13戦争時14広明寺15長谷寺,寺広明寺村門川日本地名大辞典 AB あずま日本の歴史書1956年に起きた弥彦神社事件ありがとうございます